痩せたいからといって朝食抜いてませんか？今日は朝ごはんを食べると痩せる理由を5つ紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日は朝ごはんを食べると痩せる理由を5つ紹介していきたいと思います。ダイエット中こそ朝ごはんを食べるメリット。1つ目、1日の血糖値が安定します。朝食を抜いてしまって1食目がお昼ごはんになる場合、前の日の夕食からお昼ごはんの時まで何も食べていない状態、要するに飢餓状態になるわけなんですけども、その時に食べるとお昼ごはんの食べ過ぎだったりだとか、ずっと飢餓状態だったものをドカッと食事をすることで血糖値が急にぐんと上がってしまう結果にもつながるので、血糖値が激しく上下するっていうことが痩せ体質を作る上では良くないことになります。朝ごはんを食べると1日を通して血糖値が急激に上昇したりだとか急激に下がったりっていうことが少なくなって、血糖コントロールに良い影響を与えるっていうふうに言われています。かつ朝ごはんをしっかり食べるとお昼ごはんを食べた後の血糖値の急上昇も抑えることができるというふうに言われています。朝ごはんを食べた次の食事にまで血糖値が影響することをセカンドミール効果なんていうふうにも言われているんですけれども、朝ごはんを食べるとその時だけではなくて1日を通して血糖コントロールができるという面でも朝ごはんをしっかり食べていただきたい理由として挙げさせていただきました。メリットの2つ目なんですけれども、朝ごはんを食べると代謝が上がります。実は食べるという動作でも消費しているカロリーがあります。食べ物を噛む時のエネルギーもそうですし、食べた栄養素を代謝する、消化吸収する上で発生する消費カロリーが存在します。同じカロリーを1日に摂る中で2食で食べた人と3回に分けて食べた人だと、3回に分けて食べた方の方が消費カロリーが大きいという報告があります。それぐらい食事の誘発性熱産生っていうのは代謝の面でとっても関与しているので、朝その食事をとって体内でカロリーを燃やすっていう習慣が痩せやすい体質を作る上では鍵になってきます。朝ごはんを食べて代謝を上げて痩せやすい体を作る、しっかり食べるっていうことを心がけてほしいなと思います。3つ目なんですけれども、朝ごはんを食べるとストレスの解消につながるというふうに言われています。咀嚼することによってセロトニンと呼ばれる、別名幸せホルモンなんていうふうに呼ばれてるんですけれども、咀嚼によってセロトニンの分泌が活発になります。ストレスが溜まると太りやすくなるっていう話はよく聞くかと思うんですけれども、朝しっかり咀嚼してホルモンを分泌させるっていうところで快適な一日のスタートに役立てることができるので、そういった面でも朝食っていうのはとっても重要になってきます。4つ目ですね、お通じが良くなります。朝から食事をして腸を動かすと一日を通して腸の動きが活発になります。それを習慣化することで便秘の解消につながって、便秘が解消されるっていうことは体重の減少にも紐づいてくるので、食べたものだけではなくて腸内の不要なものも外に排出することによるデトックス効果もあるので、朝食を食べて腸を動かしてお通じを良くするっていうのは、ダイエット中最も重要と言っても過言ではないぐらい重要なキーポイントとなりますので、ぜひここのポイントを押さえてほしいなと思います。最後5つ目、朝ごはんを食べると体内時計をリセットすることができます。決まった時間に毎朝朝ごはんを食べるっていう習慣を続けていくと腸の動きにもリズムができてきます。となると腸も準備ができるので、より消化吸収がスムーズになったりだとか、食べた後も腸が活発に動くので、お通じの面でもとってもいいことづくめになります。朝ごはんを決まった時間に毎朝食べるっていう習慣をつけて体内時計を毎日リセットするっていうことが痩せやすい体を作る上では重要になってくるので挙げさせていただきました。それでは本日は朝ごはんを食べると痩せやすくなる理由5つご紹介させていただきました。ダイエット中は摂取カロリー気にしてしまうと思うんですけれども、朝ごはんを抜くっていうことはデメリットが大きいので、ダイエット中だからこそ朝ごはんをしっかり食べるっていうところをぜひ意識してもらえたらなと思います。ダイエットだけでなく健康の面でも朝ごはんとっても重要なので、ぜひ心がけていただきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。